はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、ディアブロイモータル、とんでもない発表が来てしまうっていう話をしていきたいと思います。はい。こちらのね、ディアブロイモータルっていうゲーム、このチャンネルであんまりね、こう話したことなかったんだけど、意外となかったんだけど、モバイル版のディアブロとなっていて、まあ、基本無料で6月3日に配信が開始されるという、まあ、発表があって、まあ、もうすぐね、プレイできる状況になるんですけども、そんなね、ディアブロイモータル、とんでもない発表が来ました。まあ、スマホでできるディアブロっていう風にね、ずっとその立ち位置で、まあ、宣伝されていたんだけど、突然 PC 版出ますよっていう話が出たんですよ。はい。なんで今までね、いや、スマホでディアブロかって思っていた方も、まあ、この機会にですね、あ、マジで PC でできるの、じゃあやろうかなって思う方もいるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい。まあ、そんな発表が来たディアブロイモータルなんですけども、まあ、今回は、まあ、どんなゲームなのっていうところをね、まあ、見ていくと同時に、いや、このゲーム流行んのかなとかね、そこら辺の話もちょっとしていきたいなっていうふうに思います。というわけでね、今回もやっていこうかなというふうに思いますので、よかったら最後まで見ていってくれると嬉しいので、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、こちらのね、ディアブロイモータル、先ほども言った通り、6月3日に、まあ、配信が開始される予定でして、今ね、事前登録受付中です。Android 版、そしてスマホ版が、事前登録が受付中で、さらに、6月3日から PC 版のベータが始まるっていう感じで、こちらの事前登録も受け付けているっていう感じなんで、まあ、ぜひね、PC 持っている方は、このね、ディアブロイモータル PC 版の方も、応募していただければいいんじゃないかなというふうに思いますし、あとはね、クロスプレイが対応してるっていう話なんで、まあ、スマホでもできるし、そのまんま、PC でもできるっていう、まあ、アカウント共有できる形だとは思うんですけども、まあ、外では、何、モバイル版でやって、家帰ったら、まあ、PC でやるみたいな、まあ、そんなね、遊び方もできるんじゃないかなと思っていて、まあ、個人的にはかなりポジティブに受け取っています。で、やっぱりなんですけど、モバイル版ということで、あんまりやっぱね、画質とかクオリティっていうところは、まあ、その PC とかね、コンソールに比べたら、やっぱり、まあ、低いと言ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。ゲーム画面とかね、結構もう出てきてるんで、まあ、見てみると、まあ、あんまり良くない画質だったりもしているんで、まあ、ちょっとね、クオリティ面の心配もあったんですけども、PC 版であれば、おそらく、まあ、60fps で動くだろうし、まあ、解像度っていうところも上がって、もしかしたらもうちょっとね、いい感じの映像になるんじゃないかなとは思っています。まあ、そんなね、ディアブロイモータルなんですけども、このゲーム、まあ、じゃあどんなゲームなのっていうところ、意外と皆さん知らないんじゃないかなと思うんですよね。今までのディアブロシリーズとは大きく、まあ、違った部分があるんですよ。これをどう受け取るかで、このゲームの個人的な評価っていうところは変わってくると思うんですけども、MMO になるんですよ。はい。今までのディアブロって、まあ、MO だったんですよね。要は、まあ、少人数で部屋に集まって一緒にプレイする、マルチでプレイするっていうようなゲーム性だったんで、まあ、自分が能動的にマルチに参加しなければ、まあ、人とのコミュニケーションは基本的にないっていうゲームだったんだよね。ただ今回のこのディアブロイモータルに関しては MMO になったっていうところで、まあ、狩り場に出ると、外に出ていくといろんな人がもうその辺で狩りをしているみたいな状況だし、あとはなんかこう街に戻ると街にいっぱい人がいるみたいな感じの状況になっていて、まあ本当に MMO みたいな感じになってるんですよ。で、まあここをどう受け取るかで、まあ結構このゲームの印象変わってくるんじゃないかなというふうには思っています。だからまあより今までのね、ディアブロよりも、まあコミュニケーションの、まあ、色が強いような感じのゲームになってるんじゃないかなというふうに思います。なのでまあ結構そのギルドみたいなところの仕組みもしっかり作られていて、まあそういったところに参加することでの恩恵とか、そういった感じのイベントとかもまたね、多分出てくるんじゃないかなと思います。まあ今まで黙々と一人で、まあやり続けるゲームだったディアブロっていうのが、まあ今回の、ディアブロイモータルでは複数人で遊んでいくっていうことが、まあより推奨されるような、そんな感じの、まあ、ゲームになってるんじゃないかなというふうには思いますね。で、基本的な仕組みの部分は、まあディアブロ3が基準となっていて、まあ大体ディアブロ3と同じような楽しみ方をしていけるような、感じのゲームになってるんだけども、クラスが微妙に違うんだよね。まあ基本的にデーモンハンターとかバーバリアンとか、まあそんな感じの基本的にはクラスは一緒なんだけど、ディアブロ3にいたウィッチドクターだけは今作いません。なので、まあ、ウィッチドクターができたことが他のジョブに吸収されてるとかね、まあ、そんな感じになってんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、そういった違いがあるんですけども、まあ、基本的な遊びの部分はやっぱり今がディアブロ3が基準になっている感じ。ディアブロ2とはだいぶ違ってると思います。
で、まあ映像を見ていただけたらわかるんですけども、まあ右下の方にね、まあなんか攻撃ボタンとスキルのボタンが並んでるんで、それを押して、まあ攻撃をしていくという感じで、まあ移動に関しては左側にバーチャルパッドがあるんで、まあそれを使って移動していくみたいな感じの、まあ割とスマホにしてはアクション性の高いような感じになってるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ多分 PC 版だとここら辺がまあパッド繋いで遊ぶことができるようになってるよとか、まああとはまあマウスとキーボードでまあプレイすることができるようになってるよとか、そんな感じでプレイできるようになってるんじゃないかなと思います。ではマッチングシステムとかもあってですね、こう一般的なフィールドっていうのはまあそこら辺に人がいっぱいいるんだけど、まあそのねフィールドにまあダンジョンがあったりして、その中に入るとまあ自動的にマッチングしてインスタンス化されたダンジョンに入って、まあ決められた人数でそこを挑戦していくみたいな感じの流れになるそうです。まあ、ここら辺は結構今時なのかなというふうには思いますね。でまあ最後の話になるんですけども、2つほどこのゲームめちゃくちゃいいなと個人的にいいなと思ってるポイントがあるんで、ちょっと紹介したいなと思います。まず一つ目はペイトゥウィンのゲームじゃないというところ。やっぱりさ、あのスマホゲーとかってやっぱお金払ってガチャ引いて最強装備を集めて、それで身を固めていくっていうのが、まあ、強くなる手段のまあもう代名詞じゃないですか。はい。ただまあこのゲームに関してはそうではなくて、もう基本的にはもう自分で装備を取りに行くしか、もうその強くなる方法っていうのはないよっていう風にも言われてるんで、あのペイトゥウィンでお金払って強くなるっていう感じのゲームではない。どちらかというと、まあその名誉の部分だとか、まあスキンの部分だとか、そっちで、あのおそらくコスメティックの部分でお金を回収していくスタイルになっていくんじゃないのかなという風には思います。で、あのもう一個なんですけど、これ結構大事で、オートプレイがないんですよ。まあこれ聞いてマジでオートプレイないのって思った方もいるかもしれないけど、やっぱり、まあ、結構ここ最近の、なんだろう、モバイル版のね、MMO って、大体このオートプレイっていうのがあるんだよね。これを使うと大体、まあ、クエストに行って、もう勝手に敵を狩って、アイテム回収して帰ってきてくれるみたいな。もう、じゃあ俺はもう何もやんなくていいんだみたいな感じになっちゃうのが、割と今時の最近あるスマホゲーの MMO なんだよね。ただまあ今作に関してはまあそこら辺なくて、まあ、ちゃんと自分の手で敵を倒していかないとダメですよっていうところがあるので、ここら辺に関してはかなりポジティブですね。まあ確かにめんどくさいかもしれないけど、まあ、最終的にやっぱりまあオートプレイガチガチになってくるとまあ虚無ってしまう部分もあるのでね、こんなにオートプレイだけだったら別にやんなくてよくねみたいな感じのパターンになることもあるんで、まあそこら辺はあのまあ好みの問題もあるかもしれないですが、まあ個人的にはねオートプレイもなくてよかったなというふうには思います。という感じでまあいろいろ説明していったわけなんですけども、多分このチャンネルで初めてのディアブロイモータルの動画かなと思うんで、まあもちろんあと1ヶ月ぐらいでもう正式リリース始まるんで、まあそのタイミングでねしっかりやっていこうかなというふうにも思いますし、あとは動画とかも出していこうかなというふうには思うんでね、まあぜひぜひあのディアブロイモータルやろうかなと思ってる方はまあ見て引き続き見ていただければ嬉しいですという感じで、まあ今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったよ、ためになったよ、楽しかったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよという、そんなあなたはぜひぜひチャンネル登録してくれると嬉しいんでよろしくお願いします。このチャンネルね毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかゲームレビューとかやってます。皆さんゲーマーにいち早くいい情報をお届けできるよう日々奮闘しておりますので、よかったらね応援のほどよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。